おはようモーニングツイキャスが始まりました。はい、あの収録放送のツイキャスです。どうぞよろしくお願いします。月曜日の朝の月曜日そうよ番組です。月曜日朝の番組ちょっと前のがどうなったんですか。はい、お願いします。皆さん遊びに来てください。うん、今ツイキャス放送配信中です。じゃあまずは来週分もういきますね。来週分、うん、はい、わかりました。じゃあ行きます。はい、お願いします。おはようモーニング。月曜日の朝いかがお過ごしですか。幸せ金ちゃんのセルフラブライフ始まりました。この番組は地球上でたった一人のあなたへ、ありのままの自分を大切にして一緒に心の幸せを育てていく番組です。ミキさんのまなみさん、よろしくお願いします。インスタライブもね同時にやっているので、はい、インスタの方でもねコメントくださる方はぜひお願いします。またあの YouTube は後日配信ですけれども、ツイキャスも行っておりますので、ぜひ FM ギノワンからねあの検索していただけたらなと思います。カープボーイさんおはようございます、うん、早速はい、あ、たくさんコメントをいただいてありがとうございます。しおちゃん、まなみちゃん、皆さんこんにちはじゃないおはようございますだ。本当に声が高安真希子ちゃんにそっくり。あの人も英語してた、あ、もう、うん、してたから本当に似ている。そうなんですね、ありがとうございます。昨日カープボーイさんはラジオ沖縄民謡祭りに行ってきたんだ。もっとっても楽しかった、最高だった、やっぱり面白かった、あの人たちは最高って、あ、素敵ですね。なんか台風で、ね、うん、なんかこの延期になると思う、うんうん、嫌だなみたいな話はずっと聞いてたので、うんうんうん、行けてよかったですね。うん、ね、本当なんかね、沖縄にいらっしゃる方も結構多くて、うん、なんかね、飛行機が飛ぶかなとか、うん、帰れるかなとか心配する方もね、いたんじゃないかなって思うんですけど、うん、いや、よかったですね。ね、よかったですね。そして、ちゃんおかさんからも、こんにちは。はい、ちゃんおかさん、両方からすごい、こんにちは、ありがとうございます。そうそう、インスタライブにも来てくれて、いつもありがとうございます。今月はね、うん、始まった、私の番組なんですけど、はい、ね、もう今月は、もう、しおちゃんの特集みたいな感じで、何やってるんですか、私はっていうのをね、はい、4回に分けて、ちょっとご紹介していきたいなって思っています。はい、じゃあもう、この1ヶ月でしほさんを知ることができる。そうそう、そうです。そんな感じ。いいですね。うん。はい、ね、していけたらいいなって。まあ、小出しにするのもいいんだけどね、うん、もうまとめて、あ、こんなことやってる人なんだっていうのがね、分かればいいかなって思ってます。うん、先週どうでしたか？初回終えて、うん、なんか反応とか、まあ、自分で。緊張はね、しなかったと思うんですけど。あ、そうそう。緊張はあんまりしないけど、うん、やっぱ、なんていうの？自分、ラジオ収録だからね、うん、収録して次の翌週に大体放送っていうイメージだから、うん、はい、ね、その時々に合わせて聞いてくれる人のこと考えたりとか、うん、また、なんだろう、耳だけでやっぱ聞いてる方もいらっしゃるから、その情景とか、うん、なんだろう、例えば持ってるアイテムを見せるときも、うん、どうやったら伝わるかなっていうのをね、めっちゃ考えました。あ、でもなんかその説明めっちゃうまそうなイメージがあるんですけど。あ、本当ですか？なんかそういうなんか食感とか、うんうんうん、
見た目とかをなんか説明するのがすごい志保さんうまそうだなと思ってるんですけど、どうですか？もしかしたらうまいかもしれない。なんか子供たちに何か伝えるときにも、あの、オノマトペ使ったり、ふわふわしてるマイクのこの何、カバーだねとか、そういう感じで伝えてるので、もしかしたらそこは大丈夫かもしれない。でも何かあったらね、ぜひ教えていただきたいなって思います。あの、なんか私たちも、なんか完璧なね、あの、人間ではないので、至らないところもたくさんあると思うけれど、なんか、指摘されたか凹むとかじゃなくて、あ、受け止めて、それまた受け入れてさ、なんか、自分の、なんだろう、自分のものにして、なんだろう、変換していけたらいいんじゃないかなと思っています。いい方に。うん、そう、いい方向にね、ポジティブに考えていけたらなと思います。タミオさんもありがとうございます。はい、さーい。はい、こちらにも、ね、初見ですって、沖縄大好きさん、つるはんさん。誇って、ひょっこりマークで見てくれてありがとうございます。ひょっこりだけじゃなくてね、ぜひ、ね、出てきて。ね、ぜひぜひ、あの、コメントもいただけたら嬉しいです。うん、ありがとうございます。はい。さあ、昨日はね、週末、いかがでしたか、まなみさんは。週末。あ、私、母に、なんかあるイベントに誘われて、行ったんですけど、なんか駐車場が全然止めれなくて、いろんなイベントがもう重なって、で近くの駐車場止めれなくて、結局遠くに止めて歩いたんですけど、なんか最近また暑くなってるじゃないですか。そうですよね。だからもうすごい久々に汗かいてさ、なんか日焼けするんじゃないかくらいの日差しも浴びて、本当にすごかったですね。最近暑すぎて、10月になってなんか涼しいかなって思ったけど、日中はね、日差しがすごくて、私も昨日はドッジボール大会に親子レクでね、参加してたので、体育館の中めっちゃ暑くて、結構久しぶりにドッジボールしたんですけど、すごいなんかいい汗かいたなって感じでした。ね、まだまだなんか10月なのに、ちょっとなんか冬服じゃないですけど、困る。ねえ、本当に困るなと思って。って思います。ねえ、わかります。あたみさん、はい、さーいってありがとうございます。ツイキャスもね、あの、収録用の方にコメントくださって、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあさ、早速ですけれど、ね、しほちゃんの自己紹介も兼ねてね、何してる人かなっていうところで、まあね、先週はもう4人のママしてますよっていうのをお話ししたんだけれど、なんか、この4人のママっていうきっかけが、私、すごい大事にしてるというか、まあ、結婚して12、3年目になるんですけど、不妊治療したり、また流産とか、そういうのも繰り返したりとかして、もう養子もらってもいいかなとかって思ってる時に、体質改善とかして、なんか向こうに矢印が向いてて、病院頼みとか、なんかお薬頼みみたいなところがあったんだけど、そこをなんか自分に向き合うじゃないけどさ、なんか自分の体質を改善して、お水をたくさん飲むとか、美味しいもの食べるとか、ね、ファストフードさ、なるべく避けるとか、そういうのもちょっと意識してみたりとかした後に、子供が授かって、そうそう、だからなんか、こう、簡単にポンポンポンって授かったわけではなく、そう、時間はね、それなりに自分の中ではかかったんだけど、今は、自然妊娠で4人の子供たちに恵まれているっていうね、ところ。4人ともじゃあ結構苦労した感じだったんですか？一人目が、できるまでに、流産が何回かあってっていうのあったんですけど、その後は、立て続けにというか、自然妊娠で2歳差明けかな、で、一番下が3個空いてるんですけど、そう、そんな感じで4人できたので、そう、なんでこうなったんかなっていうところがさ、志保の自己紹介の中にあるんですけど、もともとはこのやっぱ子供が授かりたい、ね、それだけで旦那さんと結婚したわけではないんだけど、なんか、100泊通、100中でできるよっていう友達もいれば、ね、不妊治療に
ね、関わってらっしゃる方もいらっしゃって、うん、はい、そんな中で、なんか、人の妊娠、出産も喜べなかったりとか、めっちゃやったんですよ。はい、え、あの子また生まれて、抱いても可愛いってあんまり思えないとか、うん、そんなのがあったんだけど、うん、おめでとうって言えないとかさ。わ、うんうん、かります。私も、なんかそんな時期がありました、うん。あ、そうなんですね、うん。なんかやっぱラッシュが来るじゃないですか。そうそうそう。だから。来た時になんか、うん、ね、あの、本当はおめでとうって言わないといけないけど、みたいな。うん、ね、苦しくなってからさ、しまう時期もね、はい、あったりとかしたんだけど、うん、なんか、あの、自分がこの長らくね、妊娠できなかったのも、うん、そういうマインドも、うん、もしかしてなんかあるのかな、じゃないけど、うん、ね、なんか、自分が、うん、なんだろう、人を任せじゃなくて、自分に矢印を向けてみようって思い始めて、うん、あ、幸せを感じるとか、なんか夫婦で、うん、もう旦那さんと二人で楽しむ、うん。とにかくもう生理が来たら、うん、次の日、あ、もうご飯食べに行こう、美味しいの食べに行こう、みたいな感じで、うん、今しかできない、二人でしかできないことをめっちゃ楽しむっていうのに方向転換したんですよ。うん、そう、そっから、なんか、自分の体を大切にするとか、うん、まあ、相手を大切にすることにももちろんつながったりしたんだけど、うん、そっからなんか妊娠して子供ができるようになったので、うん、そういうなんか思考の変換というか、のもきっとなんか大事だったのかなと思って、こう幸せ菌に、もうそれもつながっていくっていうのがね、あって、うん。じゃあ幸せ菌に、うんうん、気づいたというか、うん、この触れるようになったのは、うん、いつからなんですか？あ、これね、なんか私が、うん、そう、だいぶ前です。私がね、発してたわけじゃなくて、うん、たまたま講座を受けた時の歯医者さんの先生がね、うん、あの、おっしゃっていて、うん、幸せ菌っていうものがあって、うん、この目には見えないんだけど、うん、SNS を通じてとか、うん、目や耳、また五感で、あの、拡散されるすごい強力な菌なんだよって教えてくれて、うん、ああ、それってすごいいいねと思って、うん、そっから、あ、しほちゃんっていうね、C もついてるし、幸せ菌、なんかいいなとか思って、もう発信しちゃおうとか思って、うん、そう、発信して、し始めたって感じです。発信者になった。発信者になったの、そう、私がもう行ったれと思って、そうそうそう。うん、そっからかな、で、やっぱね、自分もそう名乗り出すと、あ、やっぱこう、なんだろう、全部が全部幸せなものばかりじゃないけれど、うん、目の前にある、うん、なんか、ないものを想像するんじゃなくて、あるものに感謝しようとか、うん、そういうのがね、徐々になんかできるようになってきたなーとか、うん、目を向けるようになったなって思ってます。うん、へぇー。うん、はい、すごい、なんか、ね、もう、本当に、なんだろう、そこまで苦労も、うんうんうん、なんかしてない感じと言ったら、あれですけど、うん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 、うん。ね、もう常にこの幸せのオーラが見えてるから、うん。よく言われる。そういうのなんか、で、乗り越えての、うんうん、今のこのニコニコなんだ。うん、そうね、うん。それもあります。だからもうなんか、今のあるままを発信とか、言葉にしたりとかしてるので、うん、はい、やっぱ、この受け取り側の人方も、うん、その時の状況でさ、マイナスにそれが捉えられたり、うん、プラスになったりもするかもしれないけど、それを聞いて、その、聞いたものを攻撃するとかではなくて、うん、自分はどうなんだろうみたいな、うん、どう思うかなっていうのを、うん、なんか、私も考えるように一応してるんだけど、うん、ね。そう、受け取り側にもよるからね。うん、そこはもう SNS とかほら、キラキラした場面しか見えないじゃない、はい、聞いたりとかもそうだけど、うん。でもね、いろいろあるんだろうなっていうのもね、うん、あの、妄想しながらって感じかな。はい。エンカップボーイさんからまた来てますね。うん、4人子供って大変そうとか、うん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 、うちの義理の妹、一番上はもう小学校1年生なんだけど、下の二人が4歳と6歳でお店に行くのも大変らしいよ。暴れて商品も触ったりして怒られたりって。なるほどね。ありますよね。そう。うちも4歳、6歳いるんですけど、はい、まあ、その上に8がいて、その下に 1歳がいるんだよね。で、男の子は3人に、女の子が1人なんですけど、スーパーに行くときとか、うん、約束してから行くんですよ。うん、今日の目的は、スーパーで、あの、野菜を買う目的だから、お菓子は買いませんよ、とか、
ちゃんと最初に入る前に言う、うん、でも行く前でもいいし、はい、でお店の商品は、うん、触っていけないものもあるし、うん、見るだけ、なんか私たち大人もさ、うん、やっぱお肉とか商品を手に取ってこう吟味したりするじゃないですか、うん、そういうのも子供からしたらツンツンしたいとかさ、うん、ラップ、うん、ね、やるよね、触りたくなりますよね。そうそう、やるんだけど、うん、もう買うもの、自分が買ってもカゴに入れるっていう分かってるものをツンツンしてもらうとかはいいけど、他のものは売ってるものだから見るだけよとかって、触らないでねっていう否定語がね、子供は入ってこないので、そう、見るだけだよって、うん、そう、見てね、見て楽しんでって、触りたいのがあったら一応教えてって一回言って、これなんだろうみたいな、ハンバーグとかさ、真ん中にズーンってやりたいみたいで、お家に帰ったらもう買ったらね、刺してあげるから、どんどんやってみて、そうそうそう、触らせるっていうのも家でやったりとかしてます、うん、はい、でもいいですね、このなんか触りたいのあったら教えてっていうの、うんうんうん、いいですね、なんか何でも、ね、やっぱりなんか触らないでとか、うん、走らないでとか、うんうんうん、それがなんか注意のイメージなんですけど、うんうんうん、そこの触りたいのがあったらね、教えてって、教えてって、そう、とりあえずなんか自分のあれは言えるじゃないですか、うん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 、そうだね、うん、そうそうそう、そんな感じ、あんまりね否定するしてもね良くないから、うん、あ、走りたいんですねって、でもこっちはね、うん、お客さんとかお年寄りもいっぱいいるから歩こうねってお話ししたりとかして、うん、やってほしいことを言うようにしてます、うん、あ、なるほど、うん、そうそうそう、ね、なんかいろいろ志保もさ、うん、子育てして8年ぐらいなので、こういったね、なんか、うん、ちょっとした子育てのコツじゃないけど、はい、ね、そういうのもできたらいいなって思ってます。そうですね、うんうん、なんかこの前ゆうゆうさんの番組に、うんうん、最初ゲストで来てた時も、うん、ちょうど多分夏休みの時期で、うんうんうん、はい、夏休みね、家に子供がいて、なんかどう過ごすみたいな話してたじゃないですか。うんうんうん、確かに。ああいうのって結構やっぱ、もう世の中のお父さんお母さんめっちゃ、うん、まあ特にお母さんが悩んでることなんだろうな。ねえ。みんな話してたので、うんうん、あ、そうなんですね。もそう、なんかもう、夏休み入ったからなんか子供がずっと家にいるから、うんうんうん、ご飯がとか。なるほどね。うん、そうそうそう。そういうのも大変だよね。ね、聞きたい人多いんだろうな、うん、ぜひぜひ、なんかコメントとか DM もね、うん、待ってるので、インスタグラムからでもいいですし、うん、またね、ツイキャスの方とか、また FM ギノワンさんに直接メッセージくださってもいいので、はい、そうだ、はい、FM ギノワンさんの、アドレスご紹介しますね。はい、メールアドレスは、797@fmginowan.com。またね、サイマル放送も始まりましたので、スマホの場合はアプリ、リスンラジオ、またはマイチューナーラジオで FM ギノワンと検索して聞いてみてください。はい。じゃあぜひね、メッセージで、うん、何かお悩みとか、うんうんうん、こういう時どうしてますか、うん、みたいな。はい。うん、読んでほしいのとかね、うん、聞いてみたいこととかあったらぜひ、教えてください。うん、はい。あ、カープボーイさんからね、メッセージもらってます。うん、はい。はい、甥っ子は今の時代なのになぜか教師を怖がっている。多分 YouTube かなんかで見ちゃったのかな。うんうんうん、教師知ってるっていうのでびっくりしたけどねって聞いてます。面白いね。時代はなんか戻ってきてるっていうか。なんかね、回るよね。ファッションもそうだし、うんうん、あれこれ、なんか昔お母さん着てたよねみたいな洋服とか売られてたりとかするから、うん、めっちゃボタンがでっかいさ、はい、ジャケットとか、はい、あれみたいな、肩パッドちょっと入ってるみたいな。ね、うん、そうそう、ファッションも巡ってるよってお友達が教えてくれたんで、はい、やっぱなんか物語とかも巡るんじゃないかなって思う。教師ね、うちも見てましたよ、子供が。ネットフリックスとかね、はい、そういうので出てくるんですよ。うん。うん、それもあるかもしれない。うんうんうん、ね、そうやってもう昔のものとかもね、もう全部見れるじゃないですか。うん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 、確かに。そういうのもいいなって思いますね。うん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 、なんか今、テレビも、私も今家にテレビなくて、うん、なんかもう、例えば動画も今結構ね、いろんなので見れるじゃないですか。うんうんうん、なんかそれで十分だなって思ってるんですけど、うんうん、なんか志保さんたちは、テレビ、うん、子供になんか見せたりとか見せる時間とか内容とか、うんうんうん、
か決まってたりします？あ、内容は決まってないんですけど、うんうん、子供たちは帰ってきたらだいたいゲームしたいとかが希望があるので、うん、じゃあ一応2時間ねって自分でタイマーセッティングしてやってよって一応お願いして、うんうん、短い長いとか、うん、もうなんかもっとやりたいとかやっぱ出てくるんだけど、うん、目のために2時間ねとかって、うん、じゃあ目を休めてもう少しやりたいんだったらちょっと外遊びしてからやった方がいいんじゃないとかっていう声かけはするけど、うん、家にねやっぱいない時もあるから、はい、そういう時はもう無法地帯っていうかさ、感じだけど、まあまあ、でも好きなことを好きなだけやらすっていうのも、うん、まあ悪くないかなと思って。うん、ただ、なんか、ご飯食べる時とかは、うん、止めるようにしてます。テレビも、はい、タブレットとか YouTube とかも全部止めて、もうみんなで食卓囲んで食べようみたいなのはするように心がけてます。はい、ルールみたいな。そうそうそう。うん、なんかね、やっぱ、あっち向いて食べる時も、もちろんあるけど、うん、みんなで映画見ようの日も。うん、だけど、なんか、学校にね、平日行ってる間、うん、どんな風に過ごしてきたのかとか、うん、そういうのを話す時間を設けたいなと思って。うん、私も、今日はラジオの収録で、こうなってやってきたよとか、うん、まなみさんに会ったよとか、そういう楽しかったことをその場で話すようにしたりとかして、うん、あ、こんなことしたんだ、私はね、みたいな感じで、子供たちが話してくれることが多いかな。一日の報告。そう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 。うんうんうん。あ、テレビは見るときもあるけど、はい、私あれ、見るとしたら衝撃映像とか、うん、ハプニング集とか、はい、ああいうのがめっちゃ大好きなんですよ。そう、その国々のなんかあるじゃないですか。うん、なんかアンビリーバボーとか、はい。そういうのは結構子供たちに見せたり、はい、あと、NHK の地球ドラマティックっていうのがあって、はい、このトンボの一生とか、うん、このサボテンの一生みたいなのが、うん、あるんですよ。あるんですよ。土曜日の7時ぐらいに。あれはめちゃくちゃなんか、もう入り込む、なんか感じ、定点カメラみたいなので撮ってるから、うん、そうそうそう。誰がこんな時間に撮ってるのとか、すごいね、みたいな感じで見れるので、それはなんか楽しみに結構見たりします。うんうん、でもなんかああいうのでしかね、やっぱ教えられない、なんかそういう動物とか生き物ね、うん、生態とかね、うん、あるじゃないですか、うんうんうん、そういった意味ではめちゃくちゃいいよ。トンボの一生とかもなんかヤゴとしてさ、うん、川の中に入ってた時期から外に出てくるんだよとか、はい、川の中に入って見えないじゃん、うん、私たちが、ね、普段見えないからね、見えないものをこう見せてくれたりとか聞かせてくれたりとかするのって本当にありがたいなって思います。そういうのをじゃあ見てるってことですね。そうそうそう。うん。そんなくらいかな。あとはあんまり、テレビばっかり見るのもないし、ドラマはね、とか、映画は車でよく見ながら走ったりとか、なんか、こう、なんか、なんていうの、モニター？うんうん。で、子供たち見てたりとか、同じの何回も見たりするからね。アニメ系。アニメもだし、実写もだし、いろいろ見ます。そう。なので結構たくさん揃えてます、うん、カープボーイさん、はい、なんかそういえば10年くらい前に今の子供は魚は切り身でお湯茹でる、あ、お湯で茹でるねと思っていたみたいな話を聞いたことあるんだけど、あれ今でもそうなのかな。そういうのね、ねえ、なんかリアルな、なんていうんですか、魚の形を、うんうんうん、知らない子たちもいるみたいな、うん、って聞いたときに、お店で売ってる、うん、確かに、あれが魚みたいな、うん、お魚さんどうなってんだろうみたいなね。そうそうそう、あるけど、そう言われてみれば、私結構お魚センターとか行くの好きなんですよ。糸満とか、泊り湯町のところに行くと、大きいお魚が、ドーンってあって、マグロの釜とかさ、売ってて、子供たちが自分の頭こうやって、同じサイズみたいな、やってたりするんだけど、そう、なんかこの、魚になる前、あ、違う、切り身になる前か。切り身になる。を見せたりとか結構するかも。うん。いいですね。ちゃんともう、なんていうんですか、この分かる。そうそう、なんか目で見て、そう、魚からそうやってさばかれて、そう、切り身になるんだよ、みたいな。で、ラップに包まれて、ツンツンしたくなる状態で売られてるんだよ、みたいなのは見せるかな。すごい、なんかもう社会見学みたいな。そうそうそう。うん。だからなんか子育ても、一種の社会体験っていうか、感じだから、そういうふうに見方をさ、なんか見え方、聞き方、捉え方を変えてみてみると、あ、
なんかこんな風に感じるんだって、子供たちにも、私にもいい刺激になるかなって思う。はい、そうそう。うん、そんな風に楽しんで。あっという間に、残りわずかに。本当だ。ねえ、2分38秒って言って切ってる。ライブを見てる皆さんもありがとうございます。ツイキャス放送もね、こうやってコメントくださって本当に嬉しいです。ね、スポンサー様もね、大募集しております。またね、私は、沖縄わらあちっていう沖縄かけるわらあちね、そこの薄い履物なんですけど、大地とつながり、心も体も解放しませんかっていうね、スリッパを履いてて、すごくね、薄いんですよ、ソールが。そう、このソールなんか登山とかに使われるソールで、紐はね、パラシュートの紐を使っていて、丈夫で伸縮性もあるものを使ってるんですけど、もうね、裸足により近づいて、この、なんだろう、あれ、なんだ、地に足をつけてさ、歩く感じをね、みんなに体感してもらえたらと思って、アンバサダーしてるので、沖縄わらあちもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ね、あっという間の30分ですね。そう、そんなのあるんだ。僕は最近、どこどこ？島通り。うん。いいですよね、島通りもね。鶴飯さんも拍手ありがとうございます。島通りもめちゃくちゃいい。保育園は必ず島通りなので。そうなんですね。そうそうそう。園庭の外に出るときは島通りでお願いしますって言われます。これ沖縄はね、あるあるみたいですよ。面白いですね。そう。内地ではなんか下駄のところもあったり、一本下駄、こうなって、お化けとかが入ってそうなやつ。そう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 。ああいうのを履いてることもいて、はい、そう、沖縄島通りだよね、とか言って話したり、するのでね。はい、はい、ね。早いもので、うん、もうそろそろ終わりに近づいてきましたけれども、ね、今週も皆さんにとって、すごくね、幸せな、また一週間、一日、ね、一時間になったらいいなって思います。今日も聞いてくださり、ありがとうございます。幸せ金ちゃんのセルフラブライフお届けしました。お相手は、幸せ金のしおちゃんでした。どうもありがとうございます。ありがとう。OK です。Thank you for the say. ツイキャス放送も聞いてくださってありがとうございます。ライブの方もありがとう。またねー。